フルマラソンほどの日本海沿いに4つの海水浴場、谷浜、直江津、宇野浜、柿崎、中央、海の日ということで、改めましてよろしくお願いいたします。越後上越上杉おもてなし武将隊足軽組頭純五郎にございます。武将隊チャンネル YouTube 動画の企画題して純五郎156秒劇場始まりますね。お願いいたします。ではお願いいたします。ありがとうございます。まさに40キロ以上誇りますこの日本海沿いの海岸線、フルマラソンというものでございますから、南の方から谷浜、直江津、宇野浜、柿崎、中央紹介させていただきまする。谷浜は漢字で書くと、谷に浜、そのままでございます。このスキー発祥、ここ上越に、初めてスキーを伝えた、それが日本のスキー発祥と言われてますが、エルフィ少佐様もこの谷浜の、海岸で泳いだという記録があるようでございます。ちなみにレルヒ少佐様は春日山の方にも、謙信公春日山城跡の方にも登られたということでございます。直江津、直江津、漢字は直江津ですね。郷津の海岸ということで、王子の上杉軍の、軍港港とも言われております。ここからすぐは上越市立水族博物館、海がたり、海がたりでございますね。そしてこちらの方は砂地、なのですが、谷浜はブワーってブワーって広がって、そして遠浅で、家族にはおすすめでございまする。こちらはあの、例年ですとオートキャンプというものもございまする。そして宇野浜、宇野浜といったら温泉街でございます。宇野浜温泉、人魚、人魚様が、人魚伝説というものがありまして、日本海沈む夕日が美しい、少しずつ砂利になってきます。そして柿崎中央は、玉砂利のような海岸線、ベタベタしないので、それは特徴でございます。米山さんに登るための柿崎の駅からということで、そちらのルートというものでもございます。ちなみにこの宇野浜と柿崎中央の間には上下浜という海岸がございまして、こちらの方はよく投げ釣り、釣りを楽しまれている方が多いでございます。ということで、上越市内の4つの海水浴場開設中でございます。開設といえばこの中頃今、ちょっと解説させていただきました。ということで、皆様の夏よっ